第五代エクセター伯爵ジョンセシル第五代エクセター伯爵ジョンセシルはイングランド王国の貴族政治家1678年に爵位を継承するまでバーリー教の儀礼称号を使用した旅する伯爵というあだ名で知られる葬式での記念像ピエール・エティエン・ヌ・ボンの作・農ー作聖マルティン教会にて第四代エクセター伯爵ジョンセシルとフランシス・マナーズの息子として生まれる スタンフォード学校とケンブリッジのセントジョンズカレッジで教育を受けた。1675年、庶民院のノーサンプトンシャー選挙区選出議員になる。1678年に父から借位を継承すると貴族院に移った。有名なグランドツーリストであり、邸宅であるバーリーハウスはイタリア旅行で購入したものに満ちていた。妻のアン、ピーター・レリーの作品に基づく、 メゾチンと、1690年頃。1670年頃に、第3代でボンシャー伯爵ウィリアム・キャベンディッシュの、娘アンと結婚、9人の子女を設けた。1700年8月に死去、同名の息子、ジョン・セシルが伯爵院を継承した。ありがとうございます。